出島停留場は、長崎県長崎市出島町にある、長崎電気機動本線の路面電車停留場である。1号系統、2号系統が停車する。出島、長崎県美術館、長崎水辺の森公園などの最寄りの停留場である。港祭りの時は一部の列車は、東停留場に止まらず隣の大鳩停留場を始発とする。当停留場は1915年に、 末広町停留場として開業した。開業は長崎電機の第一期線開通と同日のことである。1939年には出島岸壁前停留場に改称そのまま太平洋戦争下の1944年に急行運転開始により一旦廃止された。停留場が再開したのは1947年のことで、この時出島停留場に改称した。 出島停留場は、平用軌道区間にあり、ホームは、道路上に設けられる。ホームは2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに、配置される。大鳩寄りから見て、右側が、長崎駅前方面行きのホーム、左側が、新地中華街方面行きのホーム。1999年には停留場が改築され、上屋の取り替えホームのかさ上げスロープの設置がなされた。 長崎電機の調査によると1日の乗降客数は以下の通り、デジマートと長崎電機の路面電車名前の通り、デジマートが近い。扇の形をしていた島は1904年に埋め立てられたが、平成期に入って復元工事が進められ、オランダ商館町辞席のヘトルベアや輸入品であった砂糖を保管した一番像などの建物が復元された。 電車の軌道沿いにも石垣が再現されている。隣の新地中華街停留場に向けて、本線の軌道は左へカーブし境愛な道路上を通る。この区間は1915年の路線開業時の道幅がそのまま残る唯一の区間。道幅が狭いため自動車の軌道時期内乗り入れが唯一許可されている区間でもある。1961年まではこの区間に、 千葉町停留場があり、石橋方面への乗り換え停留場として機能していた。千葉町停留場廃止後も、本線の東停留場から石橋方面へ電車で向かうには、新地中華街での乗り換えを必要とする。この乗り換えの不便さなどを解消するため、東停留場から直線距離で400メートルほどの大浦支線メディカルセンター停留場まで軌道を、敷設し、 新地中華街を経由しない、短絡線を開通させるという構想がある。ABCD デングリ、アンド宮川2000、P59、ABCDEFGH、今を2009、P57、100年死、P129、タクリ2 0 0 P156、100年死、P198、100年死、 P201、a b e 百年史、P130、ABC 川島2013、P49、タグリ宮川2000、P60、百年史、P124、AB デンクリ2005、P30、a b e 百年史、P118、川島2007、P119、川島2013、P52、タグリ2005、P90、百年史、 P128AB デングリ、宮川2000ピアニッシモ128129川島 2013P95 ありがとうございます。